通販業者からメールが来ましたトイレ用のサニタイザー2個パソコン用に用い取り10個なんかやっと届くみたいですね問い合わせ番号佐川急便で送られてくるみたいですねじゃあ問い合わせてみましょうこれをコピーして佐川急便のサイトで貼り付け開始あれ何も出ないですね 番号を確認してください。これなんかわかりづらいですけど、エラーみたいですね。え、でも、この番号、通販業者が送られた。ちょっと確認してみましょう。何最後のスペース。ここにスペースが入ってますね。まさかこれが原因なのかなじゃあ、スペースなしで、コピー。それ、貼り付けてみます。 貼り付け開始あ出てきましたね。やっぱスペースが問題だったみたいですね。これ確か3年ぐらい前にも私悩まされましたね。これはバグなのかそれともスペースをチェックするプログラムを入れるとた負担がかかる。いまいちわからないですね。何か不安にさせる要因ですね。スペース入ってても。 抜いて欲しいてしですねその問い合わせ番号数字以外のものが入っていたらその部分除去してほしいですね例えばハイフンとかいろいろありますそう,いうの入ってそういうのが入ってた場合でもエラーを出すんではなくてそれを取り除いた上で判断してくれるこういうアルゴリズムを入れてほしいですね